さあ始まりました、ヤングタウン水曜日、関西ジャニーズジュニア A グループの草丸ちょうどケイトです。佐野正です、ということで、はい、草まさやでの初ラジオです。イエイ、だー、年始一発目ですね、僕ら。そうっすね、はい、明けましておめでとうございます。皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ハッピーニューイヤーです。念願なん知ってました？俺が。りちゃくんとラジオやりたいって。言ってたの？前回のせいやくんとのラジオか、うん。で、今年やり残したことはないですか？みたいなお便りをくださって。うん、それに悩んだあげく、メンバー全員に4人と、ラジオで聞いてたのに、りちゃくんだけなさそうやったから、りちゃくんとしたかったですって言ったら、まさかのこんなおめでたい日に。入れていただきました。まあ、去年には無理やったんや。間に合わせてはくれんかったけども、一発目っていうのは一番おめでたい日に、うん。ありがたいね。ありがたいです。嬉しいです。だからほんまにその時も喋ったんですけど、うん、空気感が一番見えへんっていう。あ、確かに、ね。ここ二人が。確かに。大成くんって言ったら大成くんがちょっとお兄ちゃんな感じになるやろし、うん、小島くんやったらまあ、小島さやのあの世界観で、せいやくんは、もう、俺が暴れて、まあ、ね、うん。うん、まさかどくんともなんか、まさかどくんが引っ張ってってくれて、俺がなんか、変なことすんだろうな、みたいな。めっちゃおもろかったで。うわ、聞いてくれました。聞いてた、聞いてた。なんか平和なラジオやった。めっちゃ楽しかった、あの声。りちゃくん、何って思ってずっと。ずっと楽しみやったのになかなか回ってこんかったから。じゃあ空気感分からんまま今日は進んでいくんや。そうです、多分、掴めずに終わると思うから、はい、このまま行きましょう。作っていこう。空気作っていこう。作っていきましょう。はい。ということで、僕らは今日、大阪城ホールで。なんといってもね。はい。コンサートしてきましたね。2日から始まり、はい。2、3、4、5の全、7公演か。はい。無事終わりました！ありがとうございます。ありがとうございます。関西ジャニーズジュニアでね。もうなんかもう全部話、ちゃいそう。やめて。このネタバレは禁止です。まだ名古屋。まだ名古屋あるんですね。4公演追加で発表させてもらって、やらせてもらうから。はい。あるけど。気つけてや。もうほんまに。ほんまにまさや言ってます。やめてほしい。俺言っちゃうんすよね、こういうの。あかんねんか。いや、わか、言いながら気づくんすよ。うん、でももう、変なとこで止まれへんから。ちょっとほんまに今日、怖いっす。なんもすぐフェーダー下げる準備一緒にください、僕のマイク。いや、やめて。やばいと思ったら。そんな言い出して急に声なくなるみたいなのやめて。ネタバレなしで見に来てほしいですからね。うん。はい。だ今回の、その、ジョーホールのコンサートで、うん、新しいね、ジュニアの子たちも紹介して。そうですね、8人ぐらいなんかな、うん。入ってきてくれて。なんか、器用すぎません？そうやねんな。みんな。なんか、特技がある子が多いよね。ちゃんとした特技っていうの。ギャグとかじゃないやつね。そう。ギャグとかじゃないとは言ってないし、まあ、んけど、ね。言ってないけども、ギャグとかじゃないやつね。そうそうそう。変なやつじゃないやつね。とかなんか、クオリティもちゃんと高いみたいなさ。一番下の子、年齢下の子で小学5年生なんかの10歳の子でも、盾やったりとか、わざわざ自分の剣持ってきて、刀持ってきて盾やったり。うん、アクロバットエグい子いるんすよね。アクロバットエグい子いるね、タンタン。タンタン。リチャ君が唯一名前を覚えてる。タンタン。タンタン。タンゲリト君ね。タンゲリト君。ちょっとあれ、やべえと思ってる、震えてる関西人に多いですもんね。うん。俺ももうアクロやめようと思いました。見たことないレベルやで。もうポン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 みたいな。ほんま、アクロバットしまーすで、ロンダードバク転で、その、行って終わらんと帰ってきますからね。うん、そうやね。3往復ぐらいしてたから、この間。どういう仕組みってなるから。ひねるんすよ、タンタンは。えげつないよね。でも、情報の硬い床やから、うん、その時は1回ひねりしてくれたんやけど、うん、ちゃんとしたというか、あの、体操の選手が披露するような跳ね床やったら、今4回ひねり披露、あの、練習してるって。4回ちゃんと体操選手や。すよ、ほんまに。やばいな。すっごい。ダンスの子もめっちゃ可愛くないですか？可愛い。俺、カイリー、好き。ギャップがすごいんよね。ほんまにカイリー大好き。めちゃめちゃシャイやん。めっちゃシャイ。なあ、普通に、裏とかでもさ、喋、うん、ってる時でもなんか、あ、めちゃめちゃシャイなんやろな、この子って。いう感じやんか。やっとね、うん、お尻叩いたらお尻叩き返してくれるようになった。どういう絡み方してんねん、お前。気持ち悪いこと言ってますよね。言ってないとね。お尻叩いたらお尻叩き返してくれるようになった。
俺がなんかそういう紹介みたいなことを、うん、ちっちゃい子マイクついてないから、うん、マイク持たせてもらう役割やらせてもらってるから、うん、ちょっと仲良くなろうと思って話しに行ったらほんま逃げるんすよ楽屋リハバ走り回って逃げるんすよで後ろから捕まえてその好きな先輩はとかそのお客さんが知りたがってくれてるであろうことを、うん、でその帰りが答えやすいものを探したいから、うんもう1時間ぐらい喋ってんだけどやっとお尻叩いたらお尻叩きし聞き返してくれるようになったし、うん、帰りから喋りかけてくれるようになったやっと、いいやあのシャイボーイがマジか帰りなんか幼稚園の頃からジャニーズ入りたくてジャニーズ大好きで、うん、マイジャニとか関西ジュニアの番組とかいろんなことずっと見てきてくれてて、うん、その幼稚園の時の帰りの幼稚園の先生が、うん、じゃあ帰りくんやったらジャニーズ入れるんちゃうって言って幼稚園の先生から推薦じゃないけどが言ってジャニーズ入ろうって思って、かっこよくない？お母さんが送ったってあるあるパターンじゃない？幼稚園の先生が送りましたってってことっすよね新しいしそうなんやでもマジでこれからの成長楽しみな子めっちゃ多いよね多い、うん、器用な子多いですもんね、うん、今回はほんま、次会うのが楽しみ。なんかすぐ成長するやん、やっぱりな。身長もね、そうか、小5とか小6とか。うん。今、タメ口で喋ってる子が、中学入って急に敬語になったりとか。急にな。あ、ちょっと大人になってるっていうのがあるから。そうですね。まだそれ経験しないわ。楽しみやわ。みんなも、司とか、岩倉司とか、タメ口のまんまやから。寂しいんでしょうね。成長したって思うかもしれんけど。お年玉もあげんとね。あげましたよ、俺。え？俺、お年玉あげちゃいましたよ。あげたんや。人生初お年玉あげちゃったんすよ。わあ。ちょっと、調子乗っちゃいました。A のメンバーもね、ちょろちょろ、あげてたよね。結構みんなか。ちょろちょろ。みんなあげてんのか。ちょろちょろ。みんなあげてたね。ちょろちょろ。え ?5 人あげてますよ。え ?5 人ともあげてますよ。リチャード以外の。ええ ?5 人ともあげてますよ。うん。最年少があげましたよ。ね。お年玉を。すごい。すごいと思うよ。え？なぜか一つ同期のコタちゃんに渡ったけど。その場のノリで。いや、なんかさ、そのなんかお年玉あげようってなるその決断っていつ至るんやろうなって俺は思うのよ。そうそう。いやもう気持ちいいっすやん、それは。うん。もう一緒にいいコンサート作ろう、いいライブ作ろうっていうのと、うん、よろしくねっていっぱい助けてもらってる部分いっぱいあるんやから。うん。うんっていう。って思うよ。頑張ろうねって。言葉じゃなくて、正月は、うん、何？プレゼントじゃないけど、これ、なんか形があるんじゃないですか。やっぱさ、全員が優しい先輩じゃなくてもいいのかなって。じゃあ普段厳しい先輩がそういうことしてくれるからこそついていけるんすよ。まあいいよ。今回総勢、55人。関西ジュニア出てるんで、うん、55人にあげんのやばない。55人にでも A 引いても49人ってことやろ。そうそう、なんで A 引いたんすか。今引くやろ。引かないでしょ。なんでメンバーにあげんねん。せいやくんくれました。おめでとう。せいやくんくれたんすよ。なんでなんやろ。くれたというか、そう、やっぱ最年少にちゃんとな、若いと思ってんねやわ。若いと思ってくれてるんですよ、ね。セザーは。じゃんけん買っただけなんですけどね。たまたま最年少。でもメンバーにもくれるのが、うん、ね、一人だけやったけど。リチャ君以外でじゃんけんしたんすよ、4人で。あ、そうなんや。リチャ君おらん時に。俺もじゃんけんしよう、次やったら。帰ってくる前にしちゃおうって言って。帰ってくる前にしちゃおうって。楽屋で。ちゃんと俺のこと抜いてるやん。うん。え？それはダメでしょ、なんでよ。からもらったら。年上やで？年上。ちゃんと年上ですけど、セザーは。年上とかよりもっとあるでしょ。もらえるもんはもろとこ。もらえるもんじゃないですよ、だから。え？同期やねんから。いや、わからへんわ、それは。あげるんすか？まだ、だから、これで関西ジュニアコンサート終わってるならもうタイミングないけど。名古屋までに決めます。決めますよ、今決めましょう。言っちゃいますよ、生放送で。帰りとか聞いてくれてるかもしれないですよ。え？帰りとか。いや、もう寝てるでしょ。新しく入った子も。帰りはもう寝てるよ。寝てない。聞いてくれてるよ。彼は。やめて、そんな、なんか、その、セカさんといてや。宣言しましょう。そんな、なんか、やれって言われてやるの嫌な人やから、俺。違う。何が違うの？
ここでやるって言ってて名古屋でみちゃくんがお年玉配り出したら、うん、おーってなるけど、ならんやん、何も言わんと、いや、おーってなる、おーってやろ、何も言わんと配った方がおーってなるやろ、配ったら笑ってまうからなんやねんそれなんやねん、笑ってみちゃくんがお年玉配ってねってなっちゃうからちょっと配るから A のみんな、 A のみんなの分ないけど配るから笑わんといてなっていう心づもりをさせといてほしい。そんなないて。でも今年結構ないろんな先輩がお年玉くれたから俺も。そう、俺も初カウントダウンで。そうやね。祭りでしたね。そうなんよね。だから俺もちょっと渡さななって今年は思ってますよ。お、はい、宣言してください。明日ポチ袋買います。お !55 枚。は ?55 枚ってことは自分にも渡そうとしてるやないか。今年も頑張るよ。49枚ね。まあ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 、その枚数はちょっとね、最初にはみんな、うん、あれですけど、まあその面白い方法で渡せたらなって、そうですね、思ってますよ。はいはい結構長めに喋りましたけど、いっぱい喋りましたね。じゃあもうそろそろ参りましょうか、行きましょうか、はい、MBS ヤングタウン、改めまして関西ジャニーズジュニア A グループの草丸ちゃんとケイタです。頼ませでーす。はーい、結構ね、あのヤンターンって言うまでに喋ったね、びっくりしました、もう、ね、11分12分なるぐらい喋ってますね、思いのほか喋ってたわ、なんかネタバレならんようにならんようにとかもう言いながら言うからここオープニングライブの話怖いなとか思ってたけどいっぱいありましたね。っていうか今日も会ってんけどバナナ親父のうちは、うん、そほんま、ちょ、やめてよバナナ親父、バナナ親父によろしくっていううちわとかさ、バナナ親父はみたいなうちわとかあんねんやんか、おるわけないやん、ここに今、まだいいっすよ、バナナ親父によろしくとか、うん、バナナ親父はとか、うん、リチャードに対してのうちわじゃないですか、うん、バナナ親父っていううちわ俺に向けてくるうちわあるからそれはほんまにやめてほしいもうその自体がバナナ親父そうになってるんや、バナナ親父によろしくでオッケーバナナ親父伝えとくねっていうオッケーっていうファンサーじゃなくて、うん、バナナ親父として俺手振ってるからその子にもういい、代わりにね名古屋来ますバナナ親父外周回ってたら楽しいぐらいバナナうちわがでもヤンタのスタッフさんもね見てもらったんですよね、ありがとうございます。どうでした、ラジオしてる僕たちしか見たことなかったんですよね、うん、申し訳ない気持ち申し訳ない気持ちになりました、いつもいろんなことさせていい意味ですよね、いい褒めてくれてるんですよ、ね、そうよかったからな、アイドルこんなんしてる子らにあんなんさしてんねやっていう、アイドルやったんやってことですね、そうよよかったよかった、よかった、ちゃんと分かってもらえてよかったわ。ただね、その MC コーナーで、うん、その今やらせてもらってるお仕事の宣伝みたいなことやらせてもらうじゃないですか、うんうん、その時に他の番組のことでこういうロケやらせてもらって正月なんでこういう楽しいロケに行ってきました、ほんといろんなことしたんでぜひ皆さんご覧くださいって楽しい宣伝した後によ、俺らはそんな自覚なかったんやけど、ヤングタウン毎週2人ずつ出演させてもらってます、明日は昨日見に来てくださったんですけど、明日は誰が出るんか僕らもまだ分からんからほんま早く教えてほしいよねっていう俺ら自覚なかったけどヤンタのスタッフさんによるとただの愚痴で番宣宣伝が終わったって言われましたいやでもだってほんまに教えてくれへんねんもうそんな直前に言わんでもええやん、来週もほんまに知らんもんなあ誰来るかもうちょいだけな、もうちょっとだけ、もうちょっと一斉ね、早めに教えてほしいかな、なんかワクワクして待ちたいな、愚痴じゃないですから、愚痴じゃないですから、ちゃんとそう全然愚痴じゃないな、いやなんかその方がワクワクして聞いてくれるから、なんか以前の放送で末澤小島コンビが、うん、ハッピーツデーのコーナーで休みの前日に決まってすることはという質問にこんなことを言っていました、うせっかくなので音声を聞いてみましょうってあるんで、あるんや、ちょっと急に正月感なくなりそうな匂いもするけど、はい、聞きましょう、お願いします、決まってすることか、なんやろうな、まあ僕は夜更かしかな、夜遅くまで、その夜更かしは何時までな、いや分かんない、何時ぐらいな、分かんない、何時ぐらいまで行ったら夜更かしって言っていいの、
逆に。でそれなんか普段の小島が何時ぐらいに、普段はまあ1時とかじゃない、で夜更かしするときは3、4時とかじゃない。あ、結構やな、うん、なるほどな。もうだから明日のこと気にせんと、起きる時間気にせんと、はいはいはい、って感じ。いやそれは何してんの。何、それは言えません。なんで言、それはもう言えません。その内容、例えば動画見て、ごめんなさい言えません。一つもアイドルやから僕は。いや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 、そんなプライベート言いません僕は。家でその何、うん、寝るまでその夜更かしてるときは、うん、映画見たりするのか。アイドルやもん、アイドルしてます。なんか動画見たり、アイドルしてます。もういいです。3、4時、はい、もういいです。ずっとダンスの稽古と歌の稽古してます。そうつけ。それか、分かったわ。なるほど、はい、なるほど。僕はそれかな、休みの前は。あ、休みの前日か、決まってすることか。そうやな、まあそんなルーティンみたいなのはないんかな。それか。でも俺はでもあれかな、どれや、あのファンの皆さんのこと考えてます。アイドルやね。やっぱ俺らアイドルやもんな。結局はそうやな、ずっと天性のアイドルコンビやからな。夜更かししてそれしてるかな、うん、俺。そうだから俺ら二人にその質問しちゃダメよ、うん、だってアイドルやもん。ちょっと違うかって聞く人が間違ったかも ね、ほんま天性のアイドルコンビやから。リチャとかサノリに聞いたら確かに。確かにその二人に、その二人が来た時まだ聞いたってくださいよ、この人。そうね、またこの話。多分めっちゃおもろい返しできると思う。俺はもうできひんから、アイドルやから。そう、ごめんなさい。ごめんなさい。これもう仕方ない。リチャードとサノリに聞いてもらったらいいんちゃうかなと思いますけどね、これは。はい、お願いします。はい、いや、せいやくんも悪いけど、うん、ちゃんとリチャードとサノリに聞くスタッフさんも相当悪いよ。いや、ほんまに。わざわざ。切り取って来たぞって、この二人来たぞ、今日しかないって待ってましたとばかりに1分50秒も流して、ほんま聞く相手間違ってる。アイドルやから間違ってるの後にリチャードと佐野に聞いてよ、意味わからんよ。そう、アイドルじゃないってことだからね、もうそしたらアイドルじゃなくない。天性のアイドル、天性のアイドルやんな。天性のアイドルコンビですよ。じゃあマサヤは休みの前日に決まってすることは何なん？でもファンの子のこと考えて寝るねんそれ、休みの前日。へえ。で？え？で？それ以外は？で、だからいろんな今までのコンサートとかのみんなの笑顔とか、うん、歓声とか、うん、拍手とか、うん、を思い返して幸せな気持ちになって寝てます。はあ。リチャ君何してんですか？俺か。休みの日の前日。朝まで YouTube 見てるかな。ああ。朝まで YouTube 見てる。マジで？映画とかじゃなくて YouTube なんや。いろいろ。ああ、ね。映画好きですもんね、リチャ君。映画好き。あの映画もなんかいろいろなコンテンツで見れるやんか。うん、だからこのここにはないけどこっちにはあるみたいなのがあるのよ、うんうんうん、で一本見た後に違うところで探してとか、違うところで探してその合間に YouTube 見てみたいなでやってたら、あれ待って時間やばいみたいな、朝やん。何時ぐらいまで行くんですかそれは。5時半とか。すげえ。そんなでも今日休みやしってなる。で寝て何時に起きるんですか。2時間ぐらい寝て動く。ええー、休みやのに。そうやね、休みやからって言ってめっちゃ時間使おうってなんねんけど、でも遅く起きんのもったいないってなるからすぐ起きちゃうねん。昼過ぎてから起きたりさ、夕方とかに起きたら、あーやったもったいないってなるくない。いやめっちゃわかるけど、毎回思うけど結局寝ちゃいますね。全然12時、12時全然いけますね。すごい休みの日やったら。もう俺予定決めんと、もうその場で思いついたものを全部したい人やから、時間ないとあかんのよ俺。ああ、スケジュール組めへんから。そうそうそう。この時間からこれしてとかできへんから、これもやりたいし、これもやりたいし、これもやりたいってことは、え、どうやって動いたらいいのって、もうとりあえずこれから行こうかってなんねん。ほー。買い物行ったり。みたいな。そう、髪の毛染めに行ったりとか、あ、今日行っとかなみたいなのが、あ、コンタクト買うなとか。コンタクトさ、忘れんのよ。その日に変わる。その日に出てくるから全部が。日に行かんでも。そうなの。へえ。うん。アイドル。いや、アイドルも私生活ありますからね。確かにね。うん。そんななんかリア恋と呼ばれるアイドルになりたいですね。ほんまのアイドルはそんなわざわざファンの方のこと思ってますなんて言いません。あ。言わなくても思ってるんで。おぉ。
拍手が起きてる。拍手は起きてないな。おーって言われただけやった今。拍手が。おーって二人してましたよ。おーって言いながら、まあ、あの、プリントペラーンって言われたから。髪落として、拍手しながら。髪落として。ちゃうかったな。髪のペラペラ音が。じゃあもうこれ、俺ら以外ね、聞いてへん人もいるでしょ？だから、まさかど大生か、の二人。ドーキーズか。ドーキーズ。ドーキーズにも聞いてくださいね。絶対。まさかどさんの気になるね。うん。まさかどさんこそそっちタイプですもんね、そんな。うん、生活さらけ出して。そうやで。なんでしょうね。うん、よく寝て朝から散歩とか言うで、多分。アイドルですね、それが。うん。すべてをさらけ出してこそですよね。そう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 。勉強します、素のままでっていうのが。そのありのままの自分を愛してもらわないで。いいんですよ。はい。はい。ありがとうございます。はい。ということで、この後も、まだまだ、感想をお待ちしておりますので、ぜひ送ってほしいです。メールアドレスは、ys@mbs1179.com。ys@mbs1179.com。放送を聞いての感想、どしどしお寄せください。ツイッターは、ハッシュタグ、えやんたんでつぶやいてください。オープニングから、よう喋りましたね。よく喋りましたね。このまま、11時半まで草マスヤにお付き合いください。お願いします。じゃあ。本家の方ですか？あ、そうです。ああ、はじ、い、めまして。ケイグループです。お願いします。はじめまして。お世話になってます。いつも流させてもらってます。よかった、年始からできて。よかった。年末できひんかったからね。うずうずしてたの。あ、できひんかったやん。そうそうそう。俺、ハッピートゥデイのコーナー出れへんかったから、6人。あ、そうかそうか。大発見の方でって、6人なじみ。そうよ。はい。ということで、はい、このコーナーは、今日あった嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなど、メールでいただきました、はい、ハッピートデイのコーナーです。よいしょ、早速読んでいきましょう。はい。まずはですね、はい、岐阜県リノさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。A グループの皆さん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。私の新年一発目嬉しかったことは、ナスの夢を見たことです。おお。初夢で、一富士二鷹三ナス日の夢を見ると縁起がいいと言われていますが、うんうん、私は知らないおばさんに3本のナスを突きつけられた夢を見ました。夢自体は謎ですが、初夢でナスが出てきたのはとても嬉しかったです。 A の皆さんは初夢を見られましたか？おー、俺めっちゃさ、初夢見る前、まあ、さあ寝るぞってなって31日寝るとき、1日の夜じゃないの初夢。1日の夜か、どっちの、いやね、1日の夜か、そう、そっか、に寝るときにめっちゃ考えねん、一富士二鷹三ナス日のことだけを考えて、わかるわかる、考えて絶対出てこいよって思って寝んねんけど、普通に俺大阪城ホールでライブしてる夢見たわ。俺も城ホのリハッパでトアと喋ってる夢見た。トアで初夢トアやってなった覚えだけあります。多分城ホのことをしてた気がする。明けおめのこと、外周で俺が煽ってる夢やって。リアルな。その夢はその夢でめっちゃ楽しかったけど。演技いいっすよね、多分。そう。この夢は。うん、めちゃめちゃ考えてたんやろな。多分コンサートのことを。そんな一富士二鷹三の杉のこと考えてるより。よりも。はるかに。コンサートってなったから。自分の知らない脳みそで。そう。奥深くでそれ考えてたから。今からでもナスの夢見たら遅くないんかな。どうなんすか？それは違うみたいな感じ。そっか。そんな渋い顔で言わんでもいいじゃないですか。バナナ親父が。初夢やからあかんでしょ。初夢やからあかんでしょって。そりゃそうや。一発目に見る夢、初夢。ちょっと希望持っただけですよ。さあ、どんどん参りましょう、はい。東京都のラジオネーム、姉がまさかどくんのことをなぜかマー君と呼んでるさんからです。明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。ございます。私が今日嬉しかったことは、病院でどこも問題ないですよと言われたことです。年末年始、背中と胸のあたりが少し痛いことがあり、もしかしたら大きな病気があるんじゃないかと心配になって、念のため病院に行ってきました。ビクビクしていたのですが、いろいろと検査を受けて診察していただき、特に
に問題なしという結果で安心しました、うん、これから健康第一、自分を大事に過ごしたいと思います。はい、以前尿酸値高めのおじぎさんからお便りがあったと思いますが、改めて健康管理大事だなと痛感しました。 A グループの皆さんは健康管理で何か気をつけていることはありますか、とのおじりすってことね。これはおじりすさん、27歳の方か。んおじりすさんじゃないわということでね、おじりすさんのお便りがあって、ね、改めて健康管理大事だなって思った27歳のマークの皆さん、よかったよね、そんなもなくて。ほんまね、うん、怖いね。でも何が痛かったんか気になるけどね。原因分かったんかな。まあ、でもなんか寝すぎとかちゃう寝方悪かったみたいな、その寝違えてさ、なんかあるやん、ちょっと痛いなみたいなこととか、分かったなことなんかもね。特に問題なし。なんか気をつけてることある？健康管理というか喉の管理は、うん、喉つぶさんようにっていうのはめちゃめちゃしてますね。あるよね。今日だから7公演終わってのこれ、うん、ラジオもあるし、うん、もう絶対潰せへんっていうプレッシャーと。俺あのあれすんねん、大根を一口大にめっちゃ切るねんやんか、はい、切ってタッパーに入れてそこに蜂蜜ドバーってかけんねん。はあ、そしたらめっちゃ汁出てくんねんやんか、うん、甘い汁になんねんやんか、それを飲む。俺もう株かな、うん、なんかでしてます。それした熱々の蒸したやつ、チンしたやつか、うん、に蜂蜜かけて食いました。株やったかなあれ。あ、体温まるし喉にいいみたいな。あるよな。ありますね。いいよね。寝るときもう熱湯に近いぐらいの熱い水を染み込ませたタオル枕元置いたり、加湿したり、そうホテルやったら枕元にそれ置いてべっちょべちょになるの。大丈夫？ちょべちょになります。そのタオルの下にまた乾燥したタオル敷いて、うん、ホテルの時、家やったらあの加湿器炊くけど、ホテルのは加湿器わざわざ持っていけへんから、うん、持ち運びとかあるけど持っていくのいつも忘れるから、あの風呂場で熱々の水つけて乾燥したタオルの上に、枕元の上に置いて、たらちょっとマシな気して風呂場も熱いお湯溜めて、まあ、冬は喉な結構な気付けへんとな、ね、乾燥あるからね、ほんまに、うん、マスクしたりとか、ね、健康管理っていう話ではなかったですけど、確かに、ま、水をよく飲むとかしてるかな僕は。おお、健康管理、うん、今この前にあるのはお茶ですけど、はい、お茶しか飲まんけどということで次いきまーす、はい、兵庫県神戸市ラジオネームミキッチョさんからいただきました、うん、A グループの皆さんこんばんは。こんばんは。今日遅ればせながら家族で初詣に行きました。いいな。そこで新しいお守りを購入して古いお守りを返納しようとした時、母親が去年買ったお守りと一緒に私が昔手書きで作ったお守りを大切に持っていたことを知りました。おー、え、懐かしいとなったのですが、大昔に書いたものをずっと持っていてくれたなんて、ほんのりと母の愛を感じました。まさしくハッピートゥデイです。ハッピートゥデイやな。今年こそ A の皆さんといっぱい会えますようにって。会えますように。会えますように。会えますよ。会いましょうよ。会いましょう。会いに行きますから僕らが。ね、会いに行きたいよ。ください僕らに。ほんまに会いに行きたい。ほんまによ。ほんま、いいよね、こんなん持っててくれるんや。お守りをなあ。俺もお母さんの手書きのお守りってやつ持ってんだよ俺ずっと。かわいい。え、カバンに入ってんすか。入ってる。えー、見たことない。財布とかあのカバンに何ちゃんとその何紙で囲ってあって中に入れてあって、はいはいはい、もう糊で封してあるねんけど。ああ、そう、これ、はいはいはい、持っといてって。いつもらったやつですか。え、いつやろ、3年前ぐらい。あ、うん、子供の頃じゃなくて最近。そうそうそう、そのあの東京で1ヶ月2ヶ月とか、あ、そうホテルとかの時に、じゃあはい、へえ、かわいい。お母さんがこうやって気持ち込めたからって言って、かわいい、素敵って言ってもらったやつずっと俺ポーチに入れてるわ。いいそう、いいそう。あのお母さんって何。やってくれそう、そういうの。あるねん、そういうの。俺もなんか子供、お礼じゃないけど、うん、お礼じゃないけど、てか俺が、うん、小学生、まあ、低学年ぐらいの時に、肩たたき券って紙に書いて、うん、お父さんに渡したやつ、
まだ持ってくれてんかな、分からんけど、高校中学の時は持ってくれてましたね。まだ嬉しいですよね、そういうの。使ってって思わへん。使ってくれてたけど全部使わずに、で俺が誕生日の時に肩叩きけんって渡したはいいものの、なんかその後ゲームしてる時とかに肩叩いてって言われて、うん、いや今ゲームしてるからってなって残ってんでしょうね多分。使ってないわけじゃなくて、俺がせんから残ってるやつを多分まだあんのかな、分からんけど。で俺も一個思い出しちゃった、その肩叩き券問題やねんけどさ、はい、俺肩叩き券お母さんにあげたことがあって、で何枚か使ってくれたんよ。でもなんか途中からでなんかちょっと力弱いから、あのもう普通に寝そべるから背中乗ってって言われて、背中踏んでって言われて、途中から背中踏み券に変わった。俺もそうですよ、肩叩き券っていう名称やけど、やること背中踏み券です。一緒あるあるよな、やっぱこれみんなやるですね、うちだけちゃうんや。背中踏んでって何ってなったけどな、俺いっちゃん初めは。お母さんにやるん怖いな。お父さんしかないっすわ。あ、そっか、うん、お母さんの背中踏めへんな。懐かしかったわそれ。肩たたき券、背中踏んで探そう、家帰ったら肩たたき券、肩たたき券家にあるんかな、どうやろう、残してくれるかな。なんか幸せなお便りやったけど、ね、続いてのお便りは、はい、若手オジリスからです。お、岸和田氏のラジオネーム、今夜が山田さんからです。今夜が山田さん、今夜が山田、37歳独身バツなし若手をオジリスです。今日あった嬉しかったことは、近所のスーパーがようやく開いたことです、うん、今年は4日から会社に行かねばならなかったので3日の夕方に実家から帰ってきたのですが、うん、家の近所のスーパーが働き方改革ということで、お正月は4日まで休むということで、冷蔵庫に何もなかった私はコンビニでカップうどん、そしてスケロクを買って強めのレモンサワーで流しました。昨日はカップラーメンにコンビニの焼き飯でした、うん、今日はようやくスーパーが開店ということで少し大盤振る舞い、正月の残りで3割引きになっていた塩数の子、うん、新春の初競りで入荷していたマグロの中トロ、うん、いつもよりちょっといい豆腐で作った湯豆腐でいっぱいやりました。いやー、独身世帯にとってスーパーって強力なライフラインであることを改めて実感しました。うーん、若手オジリスですね。ありがとうございます。なんか奥さんと喧嘩してとか、娘が言うこと聞かなくてとかじゃない、ちょうどいい若手のオジリスですねこれは、うん、普通に独身を楽しんでいるというか、独身の正月を実家帰ってきたらスーパーなくて、スーパーのありがたみを感じた、休んでて。スーパーね、スーパーでだってさ、毎日空いてるもんやと思って行った時に閉まってた時の絶望感すごない？あんまスーパー行くことないっすわ、あれ。え？もう、え？お母さんとおばあちゃんが買い物してきてくれるから。え？スーパーないっすわ、やばいねんけど。え？ないっすわスーパー。そんな子いんの？いやいやいや、チェンシー、その俺スーパー行くことあんまないっすわ。やばない？10代ってそんなもんじゃない？大都会の子ですか？違う違う違う、兵庫の田舎でもないけど田んぼもあるような、全然うちの会社。いや行くやろって。行きますよ、なんか今日の晩飯何にするとかで、晩ご飯何するって書いて。いやそんなんだけじゃなくてもやんか、わからんってなって、あ一緒に見に行くわとか、このジュースコンビニで買うよりスーパーで買った方が安いなと思ってコンビニよりスーパー行く時とかない？ない。やっぱみんなにびっくりされてる。150円で売ってるやつ85円とかで売ってんねんスーパーすげえ。100円切んねんで。100円切んの？150円が、うん、スーパー行こうってなるやん。言わんかったかった。パンとかもだって種類めっちゃあったりすんねんから。でもなんかもうコンビニの方が馴染みあって、好きなパンとかってコンビニにしかなかったりしません？スーパーってちょっとなんか独特な、コンビニだけしか知らんからやろ。はい、そうです、そういうことですね。いろんなところを知ったらいろんなところに好みが出てくるわけよ。確かに、コンビニで好きなもの、はい、スーパーで好きなもの、はい、今日はこっちが食べたいなってなるわけよね、はいはい、スーパーの方があなたはコンビニしか知らない、はい、安いんですもんねスーパーの方が、はい、そう、はい、安いものを求めていく、はい、それがスーパーです。はい、行かないですでも僕は。行きましょう。行かんな、いっぱいあるよで、広すぎるで、あの魚売り場寒い
のが嫌でいかん。セリフ初めて聞いたわ。スーパー入って魚売り場寒いか行かへんって。寒くないですよ。結構寒くない。そりゃそうやろ、温まってたらびっくりするわ。寒いやん。生もおいでんのに、匂い、その匂いもコンビニあの匂いせんから魚売り場。なんか今の俺が魚売り場寒いって言った後の笑い方、この間のグレショーめっちゃ思い出しませんでした。え、まだ放送されてないやつやけど。放送されてないやつ言っちゃったけど、いつか放送された時にこれやってなってくださいね。あーってなるやつね。この二人の芝居で俺がちょっと変なこと言ってリチャ君が返した後にちょっとまあって二人で爆笑するっていう台本があって、めっちゃそれやった。ぽかったな今の。今めっちゃぽかったわ。ちょっと思い出してください。それじゃあ今度一緒にスーパー行こう。行きましょう。はい、スーパー初めて誘う。スーパー行こう。初めて誘う。教えてください。じゃあ続いて行きましょうかね、はい、大阪府寝屋川市のラジオネーム俊二さんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。こんばんは。どうもオジリスです。おお、こんばんは。ありがとうございます。最近嬉しかったことがこのオジリスにもありました。お、それは娘に年末に1月3日開けといてね、デートしたいからと言われました。へえ、めっちゃ怖いやん。娘からデートの誘いと考えたのですが、頭の中は買い物で荷物持ちだなと思っていました。そして1月3日の当日、妻に楽しんでらっしゃいと言われました。あ、もう二人きりで着いたらなんと大阪城ホールでした。お、若い子たちがいっぱいいて、どこに行くんだと聞いたら、3日関西ジュニアのコンサートだよと言われ、うそー、頭にはハテナマークが浮かびました。すげえ。娘は僕がヤンタンの水曜日を聞いているのを妻に聞いていたらしく、妻に連れてってあげなと言われて連れてきてくれたそうです。うわ、こんな幸せなオジリスで良いのでしょうか。ちなみにこの時、ごめんな全国のオジリスと思いました。うわ、58歳のオジリスさんです。今までいただいたお便りで一番嬉しいかも。ほんまに。すげえ、ありがとうございます。ありがとうございます。何さんでしたっけ。え、俊二さん。うわ、ありがとうございます。嬉しい。なんか僕らの存在がそうやってお父さんと娘さんの架け橋になれてるのもなんか嬉しいですね。ちょっと一緒に来てもらって、楽しんでもらえたんかな。ヤンタンからライブにつながってるのもなあ、楽しんでもらえたかな。ヤンタンさっき聞いててライブ来たら、ほんまにこいつらあのラジオの子かって思うやろな。何でしょうね。一旦でもさ、やっぱさ、ラジオだけ聞いてたらさ、うん、あの声の子どれやってなるんやろうな。顔初めて見たってことかな、ライブで。じゃない、ヤンタン聞いて A グループどんなやろって多分調べないですもんね。うん、まあでも娘さんが好きやから。あ、そっか。知ってはいるにしても、ちゃんとだから喋って顔ありきで、うん、ってなった時に、あ、この子がこれかって。一致してないでしょ、顔と名前は。なあ、それこそ55人も出ててんから。あれってなったやろな。そっか、どれが A グループから始まるんですもんね、多分。うん、どの6人組やろ。ふわー。やんたんからそうやってつなげる。いいなー。ありがとうございます、スタッフさん。ありがたい。まあ、こういうのな、つながっていってほしいね、これからも。全国のオジリスは今すぐ娘さんが関西ジュニアのファンじゃないかチェックしてください。ファンやったらそれを出しにして、うん、そうよ、娘さんとデートできるからね。でも今回ね、だいぶなんか男性多かったね。お客さんも多いし、うん、ご家族で来てくれてる方とかカップルで来てくれてる方とか結構年齢層が広かったよね。オジリスかもって思う人もいました、何人か。オジリス世代の方もほんまなんか5歳、3歳とかの子とかも、うん、3歳ぐらいかなみたいな子とかもいますね。リチャっていううちわと共に、いやーってなったわ。めっちゃ可愛いっすやん。めっちゃ可愛かった、うん、いますよね、たまにめっちゃちっちゃい子も、うん、その家族で来れるっていうのがねありがたいね。まあ家族で来てください。オジリス誘ってデートしましょう、ね、オジリスさん、全国のオジリスさん、はい、ぜひ
関西ジャニーズジュニアのライブに来てください。お願いします。またライブしますんで、娘さんと共に A グループのライブにも来てください。はい、ご家族でぜひとも来てください。嬉しい。よろしくお願いします。うまくいったんかな、デートは。うまくいってたら嬉しいですねはい、ということでこのコーナーではあなたからのメッセージをお待ちしております。はい、嬉しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、こんなことをやりますなどのお話を来週水曜日当日にまたメールでお寄せください。お願いします。以上、ハッピートゥデイのコーナーでした。いつもヤンタンレイジアン操作 MBS It's a happy today。 知らんかった。あ、大発見のコーナー。いいね、なんか正月に聞こえるこの音がはい、このコーナーまだまだ若くて、まだまだ若くて知らないことも多い僕たち A グループのメンバーにぜひ知っておいてほしい、いろんなことをリスナーさんから教えてもらうコーナーです。それが大発見なのか中発見なのか小発見なのか僕たちが判定します。はい、では早速参りましょう。はい、今日は正月ということで、はい、大発見のコーナーもお正月スペシャルと題しまして、お、ちょっと正月にちなんだお便りいただいてますので。マジですか。はい、どんどんいきましょう。お願いします。ラジオネーム、生まれは石川県、育ちも石川県、これ全部本当本当、エリカさんからです。石川県の鏡餅は紅白。へー、知ってました？何それ。鏡餅が紅白。紅白、下が赤とか。下が赤で上が白なんですかね。お正月一般的には鏡餅といえば白やと思いますが、うん、我が石川県の鏡餅は紅白です。大人になるまでこれが普通やと思ってました、うん、江戸時代に藩主に献上したものが庶民にも浸透したとかなんとか、全国シェアの鏡餅メーカーも毎年石川県用に紅白の鏡餅も作ってくれているそうです。いつか石川県にもライブ来てねーって。へー、へー、え、ちょ、そう、あ、鏡餅これか。うん、鏡餅、怖い怖い、鏡餅これかってなんの、やば。ちょちょちょ、鏡餅何段、何段ぐらいあったっけと思って。あ、二段。あ、下白。ええー。なんかってことなんや。あ、写真見せてもらって。へえ。みんなも調べて。あ、でも見たことあるかもしれない。そう、初めて見た。で、その上に、みかん？うん。乗ってるからな、結構独特な。これはみかんなの？みかんなのかな、みかんですよね、多分。果物。大大。大大なんや、これ。だから、白、赤、オレンジ。うん。下から。へぇー。いや、これは知らんかったよ。これほんま、石川県、でも普通なんか、でも石川県の人しか。ってことやんね。知らんのじゃないですか。え、じゃあ、判定しましょう。判定しますか？はい。いきますよ。せーの。大発見！おぉ！今年一発目の大発見！二人とも大発見ということで。いいっすね。おめでたい！新年一発目の、このコーナーのお便りが、いきなり大発見。この調子で、まだまだ、正月にちなんだもの続きます。続きまして、神戸市兵庫区の乙女なお母さんからいただいた発見です。おみくじを引く際は必ず左手で引くようにする。知らん。おみくじを引く際にはまずは神様を参拝します、うん、心の中で神様に挨拶やお願い事をした後、うん、これからの運勢をおみくじで教えてくださいと願い、おみくじを引きに行きます、うん、おみくじを引く際は必ず左手で引くようにしましょう。左手は受ける手とされ、私利私欲を取り除いた純粋な神様からのメッセージを受け取ることができるそうです。 A グループの今日のお二人さんはおみくじ引かれましたか？へー、知らんかった。左手は受ける手、私利私欲を取り除いた純粋な神様からのメッセージを受け取ることができる。初めて知ったかもしれないね。おみくじを引く、あのカシャカシャンってやつ、おみくじカシャカシャする、ね、カシャカシャを左手でってこと。そういうことか。え、どっち、カシャカシャスポーキャッチ取るのなのか。そうなん。え、どっち、キャッチするの、あれって。あれってスポって抜けるもんなん。抜けへんか。ほんまや、ここで止まるか。止まるくないから振るのが左手ってことか。ってことなんだ。どっちや。おみくじを引く際は必ず左手で引くようにする。おみくじってそのタイプだけ。おみくじってでもなんか
いっぱい置いてあって、うん。取れたりとかありますか、ね、あ、でも、それも左手で。くじ引きみたいなやつも、まあ、何にしろか。左手の方が、いや、純粋な。聞いたことなかった。え、今年引いた？引いてないですよ。俺もまだよね。ねえ。俺、おみくじ大好きやからさ。ええー、がえそんな引かんといて、ごめん。引いてない、引いてない。びっくり、びっくりしたね。意外すぎただけですよ、引いてない。へえー。すぐ引きに行きたかってんな。なんか、小5の時に、うん、大吉引いた時に、その劇団四季のライオンキングに出れたんですよ。おオーディション受かって。それからなんか、子供の頃のそういうのってめちゃめちゃ、何信じるというか、これでこうなったから、うわ、これほんまに叶うというか、ギャーンってなって、めちゃめちゃ信じるんですけど、それから一回も大吉出てないです。俺、びっくりするぐらい毎年のように大吉出る人やねんか。嘘。けど、去年大吉じゃなかったんやっけな。なんか、久しぶりに。おっと吉じゃないみたいな。吉や。吉ってなったぐらいで、あんま悪いの出へんねん、俺。いいなぁ。くじ引きちゃうわ。ましたわ。くじ引きちゃうわ、ないけど。おみくじ。バチ当たる、バチ当たる。バチ当たる。バチ当たりそうな間違いしましたね。やめて。トアが引いて、大吉やったって言ってましたわ。離島館の島崎トアが引いて。いいなぁ。行きたいっすね。A で行きましょうよ。行きたいね。また、初詣じゃなくても。初詣に行きたいですね。うん。じゃ、なんか、この笑い方したら、グレーショーの、まだ放送されてない回の芝居に。だいぶ先やから。めちゃめちゃ先。ほんまに。誰もわからんから、それ。覚えてくれてるかな、その時まで。行きましょう。あれかってなるから。初詣行きましょうよ。あれこれ、判定した大発見のこと。ないよね。おみくじ、最後の3分の A グループの今日の2人はおみくじ引かれましたかだけで話してた。判定しましょう。判定しましょう。せーの。大発見今回すごいおめでてえぞ今年は、順調や2人ともなんで、満場一致で大発見。大発見ですよ、これは。もう次から僕左手でしか引きませんから。ほんまにね。はい。割と忘れへんかも、これは。まだ、正月のあるみたいです。姫路市のラジオネーム、リノさんからいただいた発見です。黒豆と言いながら、白熊とかけない。え？黒豆と言いながら白熊、まあ、黒豆と口で言いながら、白豆って文字で書けないってことですね。うんスタッフさんから実際にやってみたんですけど書けませんでした。やってみてください。はあ。とのことです。黒豆って言いながら白熊って書く。はい。やってみてください。いきますね。いきますね。はい。黒豆って言いながら白熊って書く。白熊って書く。いきますね。黒豆絶対公式ツイッターに撮られる、それ。いや。その白豆、絶対公式ツイッターに載せられる。白豆白豆ができた。白豆が出来上がった。え、ちょ、ペン、ガシマですか？やりたい。いきます。これめっちゃむずいから。どっちや、え？黒豆って言い、白熊って書くことしてますね。そう。はい、いきます。黒豆。何これ何これ白ソヌ。白ソヌ。白ソヌができた。どう間違っちゃったそうなの。いけるかもって思っちゃったんですけど、今。どっから出てきたの白ソヌは。まあじゃない、食うやって思って。ってだからこの三角形描こうとしたんですけど、がなんか、間に引っ張られて多分最後の方を見よってしちゃったんですよ。いや、これマジやってみてほしいわ。面白。ぜひともやってみてほしい。絶対できへん。じゃあ判定いきましょう。うん。判定は、せーの。
すげえ。初めてちゃいます A のヤンタンで3回連続の大発見の続くの初ねえ、うわ、ぁ正月にちなむとやっぱいいの出てくるんでしょうね、いいの出してくるんでしょうね、すごいわ。ここからは正月ではないのかな、でもまだまだ大発見いただいてます、うん、奈良市のラジオネームマジ貧しい魔術師さんからです。いい、奈良県にも情報ルがある。A グループの皆さん、こんばんワイパー。年始から苦手かも。いや、そんな言わないで。こんばんワイパー。A グループの皆さん、こんばんワイパー。年始から、ちょ、挨拶して、返事してください、ちゃんと。A グループの皆さん、こんばんワイパー。こんばんワイパー。年始から、大阪城ホールのライブお疲れ様です。ところで、城ホといえば大阪城ホールですが、うん、私の住む奈良にも城ホと呼ばれるところがあります。うん、郡山城市にある DMG 森大和郡山城ホールです。地元で城ホといえばここです。ぜひ A グループの皆さん、奈良の城ホでもライブお願いします。へぇー。郡山城の。もう一回読んで何？郡山市にある DMG 森、読み方。あってますこれ。DMG 森大和郡山城ホール。奈良の、その地元で城ホといえばここです。へぇー。いえ、城ホールーって煽れるってことですもんね。そのまま。そのまま。どうせらーとか城ホーみたいな。大和、森大和郡山城ホール。ールへぇー。行きたいっすね、でも、ほんまに。行きたい。年末の6人スペシャルでもやった47とか全国とかやってるのここ入れてもらいましょう。大和郡山情報大和郡山情報も行きたいです。言っとこう。ありがとうございます、貴重な情報。いやー、絶対行きます。ご発見しました。判定参りましょう。行きましょうか。せーの、大発見の札を上げながらの中発見でしたね。俺も中発見。そうですね。うん。まあ、ちょっとさっきまでのに比べたらね。じゃあ、じゃあ、じゃあ。オッケー、中発見。小発見のレベルやった、今の叩き方。いやいやいや、派手な音でしたよ。いや、ちゃんと、行って、見て、ここに情報ルがあったなんてっていう発見して大発見したい。確かに、そうですね。貯めときましょう、まだ。うん。今年、その大発見の札を上げに奈良に行きましょう。行きましょう。続きまして、はい、東大阪市のラジオネームかずちゃんさんからの発見です。おい、神に OIL 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 ピリオド OIL 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 ピリオドとペンで書くとサザエさんのオープニングテーマに聞こえる。騙されたと思ってやってみてください。意外と聞こえます。むず、お、むず、OIL。ローマ字ですね。そっちにあるわ。あ、OK。書かせてもらいますよ。え？ OIL。これが OIL。特製。あ、すげえ。あ、ここで。特製の音が聞こえやすい箱をバナナ親父が作ってくれたみたいですよ。バナナ親父。この箱の中にマイク仕込んで、このペンの音聞こえやすいの。すげえ。そんなんもするんですか？俺ね、すげえ、年末にバナナ親父卒業したいみたいな話して、うん、服がもうないからみたいな、うん。で、ネックレスとかやったら付けやすいんちゃいますみたいな話したじゃないですか、うん。あの帰り電車でちゃんと調べたんですよ。したらこれいいやんと思ったのが、1万円とか2万円とかして、なんでバナナ親父にこんなお金使わなあかんねんと思って やめちゃいました。こっちから言い始めといて彼女でもねえのにと、なんでネックレスをほんまにめっちゃ探したんですよ。いいのあったらプレゼントするんで待っててください。年末プレゼントいただいたし A グループの子に。ちょっとそれ URL 送っといてネックレスの、バナナネックレスのグループメールに送っとこう A の。分からんで、次あったら俺がつけてるかもしれんからこれかわいいわ言って。これ
OIL3 年ちゃん、ピリオド、OIL3 年ちゃん、ピリオド、うん、ペンで書くと、サザエさんのオープニングテーマに聞こえる。ちょっとやってみてよ。やってみます。参ります。はい。ちょっと、シュールすぎて。途中微妙やったけど、初めは確実にサザエさん、サザエさんやったわ。でで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 左手でおみくじを引こうみたいなのから始まり。いつものお便りに戻ってきましたね。もうこれはでもこの、ね、お正月の時期、実家帰って、暇な時にできるから。やるこれ暇な時。あ、でももう暇な時期終わるか。もういつかやもんね。タラッタッタラッタラッタッタラッタラッタッタラッタン。いやーでも、絶妙ですね。聞こえちゃうな。聞こえへんやんけとは言えへんぐらいの。ちゃんと、ちゃんと聞こえちゃう。絶妙やったな。判定いきましょう。ちょっと、これか。これむずいなー。めっちゃむずいな。いきましょう。オッケー。せーの。中八犬揃うねー。五連ちゃん揃い。中八犬ですわ、これは。中八犬でーす。ちょい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 。サザエさんにしてた。そうですね。いいっすね。うん。正月っぽい、その季節にちなんだ発見、うん、よし持ってきてくれるのが楽しい。この年始にふさわしいゆるっと感じゃない今日は。確かに。すごく、この大発見。でも俺らもそのライブ終わりで、なんか変なテンション入ってるから、うん。そうやね。変なつもりそうやねん。ライブ終わりプラスこの時間やから変なテンションになりますよね。まだ止まりきってないから。はい。ということで。このコーナーもまた送ってきてください。お願いします。お待ちします。以上、え、知らんかった大発見のコーナーでした。関西ジャニーズジュニアムーブレッドの MBS ヤングタウン AM1179FM906 MBS ラジオがお送りしています。メッセージも募集中。メールは ys@mbs1179.com、 ツイッターはハッシュタグ A ヤンタンでお待ちしています。街角 A グループハンター。あれ、まるまるくんですか。このコーナーは今日登場のメンバー、サマリチャード消えた佐野雅也の特徴にそっくりな人を見つけたけど本人で間違いないですかと確認するコーナーです。では早速参りましょう。はい、まずは愛知県のラジオネームいつか夜は明けるさんからいただいた、いつか夜が明けるさんが見つけました。仕事帰りのリチャード君を見ました、うん、リチャード君は随分大荷物で帰っており、お弁当を手に持ちパンパンのカバンからはバナナが顔を出していました。袋は使わずカバンにダイレクトにイン。お仕事先でいただいたものを律儀に全部持って帰っていたあの人、リチャード君で間違いないですよねと来てますが、リチャード君で間違いないですか。それはリチャード君です。です。おめでとうございます。可能性高いです。高いですね。その状態で歩いてること多々あります。その帰り際にエレベーター、楽屋からエレベーターで降りた先のケータリングからお弁当をそのままカバンに入れてること僕もよく見ます。よくあるんです。手にお弁当を持ち、カバンからはバナナがはみ出、飲み物を一本もらい、あ、そういえば今日バナナ置いてくれてなかったですね、あ、忘れてましたって。リチャ君が来るのに、あ、バナナやば、もう、ボタンはあと30分。あ、まあ、後ろ見てください、後ろ。ああ後ろに、バナナの飾り付けがある。これは、何ですか。リチャ君の、1月11日の誕生日用に、スタジオを、誕生日仕様にしてくれてます、スタッフさんが。イエーイ。
ありがとうございます。何歳になるんですか1月11日で。26歳になります。はぁ、26歳、26歳ですか。そう、バナナすごい。こんなところにバナナがあったなんて。ハッピーバースデーとバナナが一緒に並んでるの共存してるね。でも黄色がよく似合うね。よく似合いますね、はい、さすが。ありがとうございますよ、本当に。いやもうこのバナナで僕は今日は元気出ましたから。いいですね。さあ最後まで頑張ります。サプライズで頑張ってください。はい、ありがとうございます。ということでじゃあ佐野さん行きましょうか。使ってます俺も。兵庫県ラジオネーム涙ホロホロさんが発見しました。ありがとうございます。自己紹介をしている佐野くんを見ました。おいつ。佐野くんは昔やってた何も聞こえない、何も聞かせてくれない、壊れかけのマサヤをいい声で言っていました。いい声すぎてみんな歌に集中したため自己紹介になっていなかったです。あの久しぶりに自己紹介したの佐野くんですよね。佐野くんじゃないです。あ、違ったか。残念。違った。もうA グループの一発目のアイランド TV 以降してない気がします。もう3年ぐらいしてないです。あの確かに久しく聞いてないね。アクートくん、あの A グループのキャラクターの名前を決める、うん、A グループで初めてやったちょっとバラエティっぽいというか。まだみんなちょっと距離感分かってないなってなってるやつ。初めてちゃんとカメラ回ってる前で喋ったぐらいのやつの自己紹介でなんかやるなって思って。何も聞こえない、何も聞かせてくれない、壊れかけのマサヤをずっとやってたんですけど、それぶりです。なんでぶりというか、はい、以来やってないんで。僕じゃないです。残念ながら違いました。違いました。ちょっとこれからもでもちょっとやってほしいなね。なんかそういうのいいっすよね。あの歌唱力を見せつける自己紹介。言い方、え、言い方悪、なんか、え、言い方悪な。そうそうやん、そうやん。でもそうやって歌唱なんか なんていうの、俺歌うまいんですよっていうのを出してほしい。言い方悪、え、言い方悪。俺ないよ、俺ないよ。見せつけてるとかね。たまたま自己紹介ギャグとか作ったら歌入ってただけなんで、うん、だからまあそれが自然となんか見せつけれるようになっちゃってるってことよ。言い方悪。だからなんか新しく作ったら今度歌で、そうそうそう。確かになんかほんまあんま名前入ってこへんような、もっと壊れかけのマサヤム、こんな印象的なバージョン。歌唱力って、歌唱力ってなるやつ。歌歌いたいだけやん。 歌しか入ってこんってなるやつ。歌いたいだけやんってなるやつ、うん、ちょっと作ってほしいかもしれない。自己紹介で歌えるんいいっすよね、うん、ほんまでもそれでした最初は。どっか歌歌えるタイミングないかなって思って、ここやってなったのが名前言うタイミングやったっていう。うーん、俺もそんなんしようかな。リチャードです。ハッピートゥーデイ。ハッピーデューデイ。ヤンタン限定。これはもう俺もう過去一ハマってるからさ。バリ盛り上がりそうですね。でもライブでもそれやりたい、今度やろう。はい、こんな感じでそれぞれのメンバーの特徴を当てはめて〇〇で〇〇くん見つけましたと報告してください。来週は誰にどんな大喜利報告が来るのか楽しみです。以上、街角 A グループハンター、あれ〇〇くんですかでした。それではここで一曲をお届けします。新しい年ということで、1999年にヤングタウン木曜日のパーソナリティを担当したこの方の一曲をお届けします。岡本真也さんで Tomorrow。 MBS ヤンタウン、さあリスナーさんが今言いたくてたまらない、あんなことこんなことたくさん届いています。さあご紹介していただきましょう。いきましょう。はい、お願いします。はい、早速ツイッターのですね、うん、情報の初夢見る二人めちゃめちゃアイドルやん。あ、ドーリーのメール多数とのことです。ほらそれぞれもう二茶くんの言う通りでしたね。そうなんよ、自分らで言わんでもにじみ出ちゃうの。にじみ出るのが一番バレちゃってるやん。だってほら私生活を覗かしながらの、そう気づいてもう言っちゃってんやろ、もうそのツイッターで書いちゃってんやろ。確かに、ほらもうバレちゃってるやん。しかも同様メール多数って書いてるし、くそ見せるつもりなかったのにな。アイドルそん
なあ、これ見よがしに言うつもりもなかったんけどな。よく隠したいんけどな、アイドル。小島と末沢と違って。そんなこれ見よがしにね、言うつもりなかったのに。こうあるべきよね、アイドルって。そういうの、そういうとこなんよ。恥ずかしい。恥ずかしいわ。メール読んでる自分が恥ずかしいっすよ。恥ずかしい。ごめんなさい。次行くわ。次行きましょう。ごめんな。ごめん。アイドルすぎちゃった。申し訳ない。あ、次のツイートです。はい。お願いします。キャップワイさん。キャップワイさん。ありがとうございます。ラジオの出演、そんなに直前にメンバーに発表されんの一部のスタッフも知らんかったって。いや、ほんまにそうなんすよ。ほんまにね。ほんまに。何、その日の気分とかで決めてんのかなってぐらい。待って、今日こいつら呼ぶみたいな。今日この二人でよくねみたいな感じなんかなっていう。だから俺らも、今日俺とリチャ君やけど、なんか別に入れ替わって言っても大丈夫よなってぐらいの感じですよね、なんか今日ちょっと俺行きたいし、俺行くわ、みたいな。着いたら違う人、みたいな。うん、でもなんか、いいぐらいの約束の仕方ですよ。さあ、続きまして。言われたし、このお便りめちゃめちゃ面白いです。東京都の愛さんから。はい。松也くん、先ほどスーパーの話になっていた時に、はい、松也くんが魚売り場寒いって言っていましたが、うん、なんと、はい、魚売り場がトレンドに入っていましたよ私も魚売り場寒いって言ったまさやくんが可愛すぎて思わずつぶやいてしまってました。これ26位ですね、この送ってくれた時は。はい、トレンド26位、魚売り場気になるな、それは。見ますね。それは気になって見ちゃうわ。何やろって思って見ちゃうな、魚売り場すげえ。スーパーの話の時からなんか笑いすぎて、なんか初めて首のここ痛いですよ、なんか後ろ頭蓋骨の下ぐらいのとこ。なんか情報でもいっぱい楽しい関西っぽいことしてるのに今ヤンタンのスーパーの話でここ痛い、笑いすぎていっぱい笑ってるのにちょっとどんどん行きますね。はい、お願いします。福岡県ゆきこさんからいただきました。はい、ありがとうございます。ゆきこさん。りちゃくん、まさやちゃん、こんばんは。こんばんは。こんばんは。ライブお疲れ様でした。ありがとうございます。チケット取れなかったので、話が聞けて嬉しいです。泣き。今年は、ぜひ地方にも来てください。いや、九州でも、うまかもんたくさん用意しており、用意してお待ちしてます。ありがとうございます。うまかもん食べたいね。うまかもん食いたいですね、九州の。うまかもんいっぱい食いて。一回九州行ってた時に連れてってもらったお店がめちゃめちゃ美味かったんですよ。何食べたの？へー、なんか、何っけ？急におっさんだったな。何っけな？何やっけな？海鮮でした。魚の。サバのたたきとかやってかな。ごまサバ。ごまサバ有名なんですかね。ごまサバね、いいね、食べたい。食べたい。また飯テロラジオになるで、これ。やんたん多いですね、飯テロのこと。俺この間その福岡の、あの牛丼屋さんを教えてもらって、なんか普通の牛丼じゃないのよ。そのおっきいお肉がこうどんどんって乗ってる牛丼。牛丼ってなんかお手軽で安く食べれてなんぼじゃないんや。じゃないねんて。めっちゃ美味しいでって言われきて、めちゃめちゃ行きたいの今。うまかもん食いたい。ツアーでも行きたい。あと梅ひじき。何それ、めっちゃ詳しいやん。梅ひじきは行こうとしてます。え、行こうとしてます。あのいつも俺帰り買うねん、梅ひじきは。ああ、美味しいのよ、ご飯のお供。梅のひじき。ひじき。ひじきはあのひじきです。へえ、想像つかない。時期が行きたい。めちゃめちゃ美味しいのよ。行きたいね。いいっすね、ツアーで行った時に、そのなんか、その現地のもんね、食べながら行きたいな。しましたもんね、その現地の城に行ったりとかしましたもんね。頑張りましょう。お腹すいちゃう。さあ、続きまして、あー、次も飯テロや。なんでよ。大阪市在住のお祭り野郎さんからです。はい、お祭り野郎。蜂蜜大根、昔席が止まらなかった時に試したことがあるのですが、私は味が苦手すぎてダメでした。そう、今やトラウマです。え、みちゃくんはその蜂蜜大根食べますか、汁を飲みますか、美味しく感じますか。今度再チャレンジするためにもぜひ教えてください。俺カピカピになるまで汁出てから飲む
飲んで、その、カニ、カニ食じゃないわ、蜂蜜。なんかな、大根は食べますか？その、何？ドリンクにするときに、はいはいはい、一緒に1、2個入れて、ポンって食べたりはする。ええー。あの、ちょっと味変みたいな感じ？あの、クルトン的な。はい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 。的な扱い。はいはいはい。わかります。まあでも食感は別に全然クルトンでもない、なんでもないんだけど、ちょっと繊維質やからちょっとウニってなるから、うん、食感苦手な人はめっちゃ苦手かもしれへん。俺、蜂蜜、株か。だから、ね、株でやったとき、うん、何、喉のためにって思って無理やり食べた感じでした、正直。あんま好きではなかったですね。なんか意外。うん。野菜の。意外。意外って、兵庫。意外っていう。兵庫なんかな。意外がする。意外がする。って言わへん？言いますよね。言わんよね。何？意外がする？何？渋いってこと？渋い。渋いってこと？渋い。渋柿とかの、あの、あ、そうそうそう、意外。意外。意外。ってこと？意外っていう。意外って言ってます。意外。意外。ちょ、ライブ終わりすぎるテンションが。よくない？これを生で届けるのが。何こそだってなるな。ごめんなさいね、ほんと。ありがとうございます。こんな感じですね、今日は。今日はこんな感じのテンションでしかできないです、はい、ということで、こんな感じですね。はい。まだまだ番組は続きます。はい。宛先は、メールアドレス、ys@mbs1179.com。ツイッターは、ハッシュタグ、A やんたんでつぶやいてください。皆さんからのメッセージ、待ってまーす。やんたん、やんたん。今日は A グループ佐野正也と草間リチャード啓太がお送りしています。ハッピーニューイヤー。ハッピーニューイヤー。最後まで盛り上がっていこうぜ。ハッピーニューイヤー。デデンデンデン。え、何してんの？深夜の留守番電話。ジングルでも言ってましたね。言ってたな。ハマってて好きすぎる。はい、ここでヤングタウン水曜日の留守番電話のコーナーです。僕たち A グループにまつわる人たちやお世話になった方たち、とにかくいろんな人が吹き込んでくれています。はい、今日は誰なんでしょうか。楽しみは早速聞いちゃいましょうか。お願いします。お願いします。もしもーし、大石正義ですけども、ヤンタン火曜日やらさせていただいております大石でございます。いや、なんか僕の名前とか僕のことをですね、ちょっと取り上げていただいてるみたいで、本当にありがとうございます。僕のところにもたくさんリプライいただきまして、ファンの方からも嬉しい限りなんですけども、何やら大石正義と佐野くんがちょっと似てるんじゃないか説。リーダーの小島くんは、コンサート中隣で佐野ではなく大石さんが踊っていても気づかないと思うと。いや、気づくやろ。それはさすがに気づくやろうとは思いますけども。うますぎて気づく。嬉しかったわ。だって佐野くん19歳でしょ。時期です。大石くん41歳なの。大石くん41歳なんだよ、ね、この年齢差を埋めての似てるはめちゃくちゃ嬉しかったですし、しかも佐野くんも男前やんか。いやいやいや、嬉しいじゃないですか。そしてですね、今日スタジオにいるリチャード君は1月の11日に26歳の誕生日を迎えるということで、おめでとうございます。うわ、ありがとうございます。スタジオでもリチャード君の誕生日を祝ってるそうなんですけども、ちょっと大石さんからも誕生日のお祝いいただけませんかということでですね、ちょっとたまたまですよ、たまたま手元にアコースティックギター。嘘や、マジで嘘。ハッピーバースデーソングでも歌おうかなと思います。えぐないそれ。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアリチャード、ハッピーバースデートゥーユー。いかがですかねえ。こうやってリチャード君の誕生日祝ってますけれども、本日1月5日、なんと私大石正義の誕生日です。おめでとうございます。ねえ、ありがとうございます。おめでとうございます。
なんだか大石さんにぜひ楽曲提供してほしいとか言っていただいてるみたいで本当に嬉しいんですけれども、そっくりそのままお返しします。ぜひ楽曲提供させてください。うわ、もうね、本当チャンスがあれば2022年はねフットワーク軽めに行こうと思ってますんで、いつでもお申し付けください。というわけで大石正義でした。バイバイ。ありがとうございます。ちょっとすっげーいい誕生日っすよ。何それ、ありがとうございます。ほんま、コードも変態な方やから。そう、なんかほんまになんか立証されたよね、僕の出てる回の留守電の人豪華すぎる説。ああ、ありましたね。立証されてますね。今まで誰でしたっけ。はい、今まで誰でしたっけ。秋人くんから始まり、そっか、初回。そうですよ。でだって岡田塾長も出てくださって、塾長の回も出てくんか。城島さんも出てくださって。城島くん、そうか、城島さん城島くんって言ってた。ほんまにもいろんな人がすげえ出てくださってる回、僕なんです。吉川太郎でした、僕は。ありがとうございます初回吉川太郎でした、僕の初回俺もなんか一回リックか誰かあったな。はい、多分リックん留守番してましたね、留守番電話。なんかそう、うん、そうやね、結婚してたすげー美味しさんいや、すげーな、マジでいいな、羨ましすぎる。うん、俺の回も僕の誕生日近い回もぜひお願いします。そう、いや、そんな一緒のことはさせません僕の特権です。ほんまに羨ましいわ、本当に。まあでも楽曲提供の話もね、なんかフットワーク軽めに今年動きたいって言ってくださってるんで、おいさん、僕らバンドもするんですよ。そうなんです、バンドしたりしてるんで、うん、ぜひお願いします。バンドサウンドでね、歌人もハイ G まで出る人もいるんで。そうなんですよ、ぜひ遊んでください。その声ですが、すごく声高くてめちゃめちゃ出るんです。めちゃめちゃ出るんです、本当。リチャ君ラップかっこいいし、はい、あの低い声も出ます、僕も低い声も出ます。リチャ君は、はい、あの、そうだから、あの、全体で言うと音域すごく広くいけると思うので、はい、ぜひともあのよろしくお願いいたします。お願いします、はい、ありがとうございます。2022年お世話になります。事務所の人にもお願いします。お願いしてきますすぐ終わったらすぐお願いします。僕のお願いで通るか分かんないですけど大石さんからもお願いします頑張ってもらいたいです。よろしくお願いします。ほんまにありがたいね。いや、これもう幸先めちゃめちゃいいよ、この年始始めからね。たんはオフィスがライブ見に来てくれたり、大石さんとこうやって留守番やけど話させてもらったり、うん、ご縁を広げさせてもらってますね。ね、2022年もとりあえず一発ね、スタジオコラボもしたいね、大石さんと。
うん、ギターたまたま置いててください。その時はぜひ立ち上げ3月頃ね。はい、3月頃に。もうさ、誕生日近いんで言うて顔似てる2人でやらさせてください。はい、ということでここまでのお相手は関西ジャニーズジュニア A グループの草間リチャード啓太と佐野正也でした。今年もよろしくお願いいたします。じゃあまたね、バイバイ。